ライザップグループ株式会社は健康食品やダイエット食品の製造、販売などを行っている子会社を総括する持ち株会社。瀬戸県が2003年4月に設立した健康食品等の通信販売を手掛ける健康コーポレーションを期限としている。結果にコミットするおキャッチフレーズに2から3ヶ月で大幅な体重減と体型改善を目指すパーソナルトレーニングジム。 ライザップ事業の急成長と、美容や健康、アパレル分野などへの積極的な M&A により、事業規模を急拡大させている。現在の法人は2016年に、健康コーポレーションの持ち株会社化により、社名変更したもの。社名のライザップは、ライズとアップを組み合わせた造語で、どん底の状態からでも、その人が望む限り、 必ず高く飛躍できるという意味が込められているという。札幌証券取引所の新興企業向け市場アンビシャスに上場しているが、筆頭株主の CBM 株式会社を含め、瀬戸県の一族で6割以上の株式を所有し、実質的に同族経営を行っている。組織形態は監査等委員会設置会社。2018年11月14日に業績予想が、 赤字に転落する見込みとの状況を受け、当面は新規の M&A を原則凍結する不採算事業からの撤退、売却を行う成長事業への経営資源集中などを柱とした構造改革を実施することを明らかにした。一課はすべて連結し会社である。歴代 CM 出演者ほか、幼稚園、保育園父母向けフリーペーパーの制作、配布を行う SYS および北斗印刷の 代表取締役社長である、清水育夫の100%出資会社。ありがとうございます。